今回は私が普段使っている大好きなお掃除グッズを5つご紹介していきますが、3回目はペーパークロス編ということでやっていきます。では早速1つ目ですけれども、はい、マイクロファイバークロスです。これは無印良品のものなんですけれども、特にメーカーにこだわりはないですね。サイズ感と厚さで選んでおります。この無印良品のマイクロファイバークロスはしばらく前にまとめ買いしましたので、もしかすると今売ってないかもしれませんが、このぐらいのサイズ感で、どちらかというと薄めのものですよね。あまり大きくなくて手軽にささっと拭き掃除ができるというものを使っております。はい、そして2つ目がこちらもマイクロファイバークロスなんですけれども、こっちは大きいタイプですね。結構大きいんですよ。これなんでこんなに大きいかというと、車用のものなんですよね。なのでこのぐらいの大きさがあって、さらに厚さもあるんですよ。なので水回りの掃除をした後の拭き上げとかによく使えますね。大きいので水気をしっかり拭き取ることができますし、他にも使い方としましては床拭き掃除に使っています。こうやって1回2回と畳むことでこのぐらいのサイズ感になるんですけれども、この状態で雑巾ワイパーに取り付けることができるんですよね。そうするとだいぶ厚みがありますので、しかも雑巾ワイパーですから、まあ、しっかりこう床拭きができるということで、床拭きを念入りにやりたい時にはその組み合わせでよくやるんですけれども、気になる方は動画にしておりますのでチェックしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。はい、そして3つ目がウェットティッシュです。ウェットティッシュもお掃除グッズとして本当によく使っております。例えばダイニングテーブルをささっと拭きたい時とか、床拭き掃除にも最近よく使ってるんですよね。というのもこちらのクイックルマグネットワイパーにぴったり取り付けることができるからです。今実際ウェットティッシュを2枚つけているんですけれども、つけているのはシルコットのピュアウォーターのウェットティッシュです。こんな感じでヘッドにちゃんと取り付けることができるんですよね。今2枚つけてますけれども、はい、2枚つけたとしても専用のクイックルシートよりもコスパがいいんですよ。しかも拭き応えも十分良くて汚れもよく落ちますので、床拭きにもよく使ってますね。普段はこの無印良品のケースに入れております。このウェットティッシュって1枚引っ張ってもこんな感じで2枚目が長く出てきたり、2枚同時に出てきたりすることがあるじゃないですか。その出てこない方法としまして、このシールを取って穴が半分隠れるぐらいにこう貼ると、はい、こんな感じで1枚ずつ取れてきやすくなります。はい、こうやって使っております。そして4つ目がスコッティの洗って使えるペーパータオルです。これは毎日使っています。こんな感じでロール状になっていて、ミシン目がついていますんでミシン目で切って使ってるんですけれども、1枚のサイズがこのぐらいなんですよね。で、使い方としては食器洗いをした後の拭き上げに使ってます。水気の拭き取りですね。で、一度使ったらこのタオル掛けをシンクの前に置いているんですけども、これにかけて一度使ったものを乾かしているんですよね。で、乾いたものを掃除に使い回しているといった形ですね。動画では新品のものを使う形の方が多かったりしますけれども、基本は新しいものを食器拭き、一度使ったものを掃除に使うという流れですね。で、このサイズ感がまた絶妙なんですよ。大好きなお掃除ワイパー5000編でもご紹介しましたけれども、まずこのサイズのままでクイックルマグネットワイパーにぴったり取り付けることができます。さらには東工業の隙間のホコリ取りにもぴったり合うんですよね。しかも半分に切ることによってトイレの床拭きに使っているクイッククイックルミニワイパーにもぴったり合うようになるんですよ。そのように日々愛用しているお掃除ワイパーに何かとぴったりサイズで使えますし、しかもペーパーとは思えないほど丈夫な作りで汚れもしっかり拭き取ることができますし、多少強い洗剤を使っても切れたり溶けてしまうということがありませんので、毎日使っている欠かせないペーパーですね。はい、そして最後の5つ目がこちらです。 3COINS の使い捨てロールスポンジです。これはもうペーパーとかクロスではないかもしれませんけれども、お掃除に最近重宝するなと思っていろいろ使ってます。使い方としては当然食器洗いにも使えますけれども、お掃除としてはシンク掃除とか洗面台の掃除、他にもよく使っているのが便器内掃除ですね。結構ザラザラしている質感ですので、水垢やザラザラ石鹸カスもある程度落としてくれます。かなり
頑固にこびりついていると難しいんですけれども、そのような洗剤だけではなかなか落とすことができない汚れを洗剤と一緒に使うことで落としてくれると。無印良品にも同じようなものが売られていますよね。スリーコインズのこのロールスポンジはホワイトですけれども、無印良品のは確かグレーでしたよね。これがなくなったら無印良品のものを使ってみようかなというふうに思っております。はい、以上が私が普段使っている大好きなお掃除グッズクロスペーパー編ということでしたけれども、番外編ということでもう5つご紹介したいと思いますが、その5つはバケツ桶編ということでパパッと簡単にご紹介していきます。まず1つ目は無印良品の蓋付きバケツです。これのお気に入りポイントは何といっても蓋付きであるというところ、そして内側に目盛りがついてるんですよね。なので水の量が簡単に分かりますので、つけ置き洗いにとても適しております。蓋もありますからね。例えば置き静けとか保温ができて簡単にお湯の量まで測れると。そういったつけ置き洗い以外にもお風呂掃除でバケツ洗いというやり方をご紹介しましたが、その時にもこのバケツを使っております。バケツ洗いについてはこれまで動画で何度かご紹介しておりますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。コスパがとても良くて気持ちよくお風呂掃除ができるやり方ですので、はい、次がこちらのお掃除用の桶です。私の動画をご覧になっている皆さんだったらおなじみのアンパンマンの桶ですけれども、このサイズ感がとても絶妙でいろんなお掃除に使ってますね。ちょっとしたものをつけ置き洗いする時も使いますし、あとは洗剤を入れて使うこともありますね。原液を入れたり薄めた液を入れたり、他にも私はよくこういった歯ブラシをお掃除に活用してるんですけれども、この毛先をカットする時にこの中で毛先が切った時に落ちてもいいようにこの中で切ったり、そういった使い方をしたり、まあ、とにかくいろいろ使ってますね。バケツだとちょっと大きすぎるなという時の容器としていろいろ使っております。はい、次も同じくアンパンマンなんですけれども、お掃除用のマグカップです。実はこのアンパンマンの桶とマグカップは息子が小さい時に買ってあげたものなんですけれども、今となっては息子からのお下がりということで、できれば長く使っていきたいなということでずっと愛用してますけれども、何気に嬉しいのがここに歯ブラシをこう入れれると。で、我が家ではこのアンパンマンの桶とマグカップを私がお掃除にもう何年も使っていますので、このように洗面台にポンと置いていたとしても息子たちが間違って歯磨きに使うということはまずありません。お掃除用ということで完全に認識してますので、むしろ間違い防止になるなということにもつながってますね。このマグカップの使い方としては桶と同じですね。洗剤を入れてこうやってちょっとつけて洗ったり、この中で洗剤を薄める時にも使えますし、桶だとちょっと大きいなという時の容器ですね。なのでバケツが容器の大だとすると桶が中、そしてこのマグカップが小ということで3段階で容器を選んで使っているということにもなりますね。はい、次がプラスチック製のビーカーです。水が入る容量としては桶とあまり変わらないんですけれども、桶とはまた違った使いやすさがありますし、なんといっても目盛りがついてますからね。透明ですから外から水の量が簡単に分かるというところも使いやすいポイントですね。さらには注ぎ口がありますので、桶に薄めた洗剤や水やお湯を入れてこう入れる時には尻回りして濡れてしまうことがありますけれども、そのようなことがまずないですよね。特に一番使うシーンがここで洗剤とか薄めたものをスプレーボトルに入れるときに便利ですね。もちろんこの中で作った洗剤をかけたりして使うということも稀にありますけれども、どちらかというと作ったものをボトルなどに入れるときによく使っております。そして最後5つ目がプラスチック製のジョウロです。先ほどのビーカーもそうですけれども、やっぱりプラスチック製が塩素系や酸やアルカリなど強い洗剤にも安心して使えますので、そういった点でプラスチック製を選んでるんですけれども、どういったときにこれを使うかと言いますと、作った洗剤をこうかけて洗うという時ですよね。例えばオキシクリーンでオキシ液をこの中で作ってオキシがけをするとか、以前洗面台の掃除でご紹介しましたけれども、そのような洗剤をかけて使うとか、あとはすすぐ時にも使えますね。そういった使い方をしますね。使う頻度は少ないんですけれども、しっかりとかけることができるというところが、ビーカーにも注ぎ口ついてますけれども、よりこっちの方がいいですよね。ということで番外編のバケツと容器編ですねをご紹介させていただきました。今回の動画が少しでも皆さんのお掃除のやる気につながれば嬉しいです。どうもありがとうございました。茂木和也の YouTube チャンネル茂木流掃除講座。
掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも